場にあまり出回らず捨てられてしまうこともある魚のこと。今そんな魚を美味しく有効活用する動きがあるんです。スーパーの鮮魚売り場で販売するお店も登場。見たことある深海魚入ってますよね。いつもと変わった味の魚とかがあって、料理の幅とかが広がっていいかな。さらには高級フレンチに大変身。これ全部食べ放題なんです。そう、しかも食べ放題。お得に美味しく海魚の活用最前線をご紹介します。神奈川県小田原市の漁港では多くの魚が水揚げされています。スタートしました。コースタートは17番リュガですが、横一線になってまずは11番ナバロンです。12番西のレバンテ、内からカバステ4番カジフェイス、先頭に立って1馬身リード。2番手は2番のビアドロローサ、接近は7番ナムラリコリス、12番西のレバンテ、さらには8番東進マカオ、4番手集団です。17番リュガが行って、その外に1馬身差15番ウィンマーベルが行っています。その集団の内側には1番プルパレイ、さらには3番大勢ディバイン、その外に18番ウィンバグース、第3コーナーカーブ、1馬身離れまして14番オタルエバー、 600m33 秒1の通過。内は6番デビルズマーブル、その後方に13番レディバランタイン、内は11番ナバロンです。後方に16番ティーガーデンが行って、あとは9番エイシンシュトルム、そして10番ベルードブラボー後方、最後方に5番の湘南伯楽。第4コーナーを回ってこれから直線に向きます。前は4番カジフェイス、リードは1馬身半キープ。2番手は横に広がって12番西のレバンテ、さらには外から14番オタルエバー、内は粘っている2番ビアドロローサ、最内1番プルパライです。さあ200をこれから切りますが、4番カジフェイス先頭、外へ切り替えて1番プルパライが先頭に変わった。14番オタルエバー3番手から2番手、あとは6番デビルズマーブル、そして3番大勢ディバイン、横に広がったが先頭は抜けた。1番プルパライゴール。2着は3番の大勢ディバイン、3着接戦、14番オタルエバーか6番デビルズマーブルか。